どうぞ中入って待っといてください。また後でよかったら動画撮らせてくださいね。すごいお店ですね。いやいや、もうね、関西で一番古いライダーズカメラなんですよ。あとダチョウの料理ではね、日本で一番最初にやったお店で知られてます。やっぱエッチ通から来てるんですか。そうです。あと白いカレーがね、堺の観光土産になってましたね。なんで白いカレー言うたら、マッハの7500のとっては2サイクルで白いカレーを買う。ああ、なるほど。ちゃんとあの、滑走路路の植物油を使ってるのは嘘になりますけどね。はい、本当だったら。あとね、結構嵐とかね、関ジャニさんとか結構いろんな方、この辺やったら渋谷君の小枝さんとか、中にも鬼ほどのサイン飾ってますって言ったんだけどね。まあ結構ね、三重県とかいろんなとこから県外から来る方が多いです。この間のゴールデンウィークやったら秋田県とかね、鹿児島県とか、ね、